表彰状、内閣総理大臣杯、貴乃花光司です。痛みに耐えてよく頑張った、感動した、おめでとう。改めて平成13年夏場所のシーンがまた蘇ってきましたが、誰もが、はい、14日目花道を引き上げる姿を私ども目の前で見ていて、はい、もう絶対に無理だと、はい、ところが違いました。貴乃花さんの心の中は自分自身もそういう危機感はありました。はい、ですけれども、なんとか動いてくれるんじゃないかということも信じながらですね、風呂場に戻りまして、トレーナーに膝を少し動かしていただいたら良くなったもんですから、明日の朝どうなってるかなというところだったんですけども、良くなったといっても一度こう外れてるわけですよね、はい、それでその翌朝、はい、出場できるというそういう確信はあったんですか。確信は正直言ってなかったんですけれども、ないんですけれども、ただ自分 のやる気ですね。まず国技館に行って準備運動を始めて、そういうどっかやる気を持てていたんじゃないかなと思いますけれども。しかし北口さん、ちょうど私ども放送席にいまして、そうですよね、非常に重苦しい感じで放送席に座ってたのを覚えてるんですが、無理だっていうことだったんですよね。もう出場しないだろうっていうことだったんですよね。そう見ましたよね、それが出てきた、場所入りしたっていうんでね、はい、本当かいっていうことですよね。しかも本割で、はい、あっけなく武蔵丸関に敗れて、はい、時北の井さんは放送席でどんな感じだったんですか。いや、もうこれ以上無理すると、それこそもう相撲人生にも支障をきたすという、そういうことを考えましたよね、またやれませんかと、それ相撲人生ということは考えませんでした。はい、先日の記者会見でもお話ししたんですが、これで最後になるかもしれないということはもう頭にありました。それでもいいと思ったんですか。はい、それよりも土俵に上がることの方が自分の中で重要視しておりましたので、はい、で勝ってしまうわけですよね、はい、勝利の瞬間っていうのはどうだったんですか。まず勝てるなんてことは思っていないんですけれども、なかったんですけれども、ただなんとか体を動いてくれ動いてくれって自分に言い聞かすような感じでというふうに上がってました、しかも仕切りの最中にガクガク来てるわけですよね、はい、怖くなかったですか。もう膝、無意識に膝を動かして膝回してまた元に戻ってくれましたので、そんな飽きたら簡単なもんじゃないと思うんです。水取りにね、塩取りに来た時に、あそこでね、こうなんかやってましたよね。ぐらぐら来てましたね。ダメだよと、やめた方が、今からでも遅くないからやめた方がいいと思いましたよね。そうですよね、ところがああいう結果になって北の井さんと放送席で顔を見合わせたのを思い出すんです。驚きました。驚いた方が先ですよね。あけぼのさんは相撲はどんな風に、どこでご覧になってたんですか。花道ですね。警備の仕事してます。どうでした。いや、どうもこうもなかったですね。すごかったですね。膝の怪我といいますとね、あけぼの親方も当然膝の怪我で苦しんで、引退になってしまったわけですが、おそらくその膝の大変な状況だということは分かってらしたと思うんです。それももう一度、分かってたと思うんですけど、それよりですね、やっぱり今貴乃花親方が言ったように、
14日間戦ってですね、はい、みんなが性格を見に来てる全国のお客さんが注目してしてる一番、そう簡単には本人としては休めないんですよね。あのちょっとでも動いてくれたら、うん、だと思うんですけど ね。しかしもうひょっとしたら土俵人生終わるかもしれないというね、はい、そこまでかける気持ちってのはどこからそんなに湧いてくるか、もう私どもこう凡人には全然わからないところですよ。もうあの基本的に私はの相撲が好きですので、うん、あの土俵に上がることが一番あの好ましいと自分でも思っておりますし、うん、あの逆にあの今まで、ここまでやってこれたということも自分の中であのどこかあの満足感というのが ありながらやったんだと思います、はい、さあそのまあ膝の大怪我そして優勝と、しかしその大勝でそこから横綱貴乃花関、非常に長い間苦しむことになります。フランスで膝の半月板の手術をした貴乃花、いつ土俵に復帰するのか、ファンの注目はその一点に集まりました。初めて手術ということをしたものですから、損傷や、四股を踏んだりすることにおいて非常に時間がかかりました。平成14年秋場所、貴乃花が8場所ぶりに土俵に帰ってきました。最後の仕切りに向かいます。立ち合いです。左の前回し、横綱右が入った高見盛り、上手が切れた、貴乃花の上手が切れました。押っつける貴乃花、貴乃花出る、貴乃花寄る、貴乃花寄る、寄り切り、横綱貴乃花の勝ち。1年4ヶ月ぶりの白星です。踏み込んでくる貴乃花、回した、朝青龍をもろ出し、右足で踏ん張った、上手投げ、貴乃花の勝ち。貴乃花左の上手、貴乃花十分上手投げ、体を押し立てて投げる、ちょんがけていく、足を取る、左を差した、巻き替える、上手投げ、上手投げ、上手投げ。貴乃花は序盤で2敗はしましたが12勝を挙げ、横綱の存在感を見せつけました。しかし右膝悪化で九州場所を休場、ファンが望んだ貴乃花の復活はならなかったのです。年が変わった平成15年初場所、今場所休むという気持ちは全くありませんでした。強い決意で復活をかけ土俵に帰ってきた貴乃花。立ち合いです。前回し、貴乃花切れた、下手深くなった、三つ投げ、雅山に軍配、三つ投げ、大技出ました、貴乃花が裏返りました、雅山の勝ち。いやしかしどうでしょうか、物言いです、物言いです。